って。最近傷つくことが多いので甘口でお願いできますか。HSP だと自覚することも、仲間を作りたい心理が働いていると思いますが、HSP が病名ないことを理解しています。私は、人間は多面的であると思っています。私自身も主張が強いと言われることも、お人よしすぎると言われることもあります。最近主張が強すぎて言われてさえ HSP としたらかなり高い結果があったことをしたところ、何でもかなも名前つけて仲間を作ってた気になるなと言われました。最近特に息が詰まります。生きづらさを軽くするヒントがあればご教授くださいってことなんですが、ポイントは別に HSP だろうが ADHD だろうが ASD だろうが何でもいいわけですよ。はっきり言ってしまうと、僕も協調性が異常に低いですけど、それに別に病名とかないわけですよ。でね、ポイントがあります。これね、もう皆さん共通していることなんで、声を大にして言いますけれども、HSP だ自分は、 ADHD だとかね、なんとか双極性障害だとか、なんでもいいんですよ。でもそれって別に仲間を作るためのレッテルじゃないんですよ。カテゴリーじゃなくて、あ、自分は HSP 傾向があるってことは、大きい音とかそういう刺激には敏感なんだな。でも逆に言うと、細かいことに気が向くから、いわゆるそういうメリットあるなと。ネガティブなことからも影響を受けやすい気になるけれども、細かいことも気づくことができるから、それを利用すると、要するに自分に気づくための判断、診断なんですよ。あれは仲間を作ったりとか、自分はこういう人間だってカテゴライズをするものではなくて、自分をどう使ったらいいのかっていうことを知るための指標にしか過ぎないんですよ。例えば、今日の晩ご飯のメインディッシュが、魚なのか肉なのかによって調理法が変わりますよね。牛肉だったら軽く表面を炙ってやるだけでも食べれるかもしんないけど、例えば鶏肉とか豚肉だったらそれなりに火を通した方がいいとかあるじゃないですか、調理方法が。そういう風に自分はどういう要素があるのかって自分を分析して、それを活かすために必要なのがああいう診断であって、少なくとも自分を誰の仲間とかっていう風にくくるためにあるもんじゃないんですよ。その性質を知って、あ、自分はこうなんだ、だからダメなんだ、じゃなくて、自分はこうなんだ、じゃあどう生かそうっていう風に、自分の有意さに気づくためのもんなんですよ。すべての診断は協調性が低いだってそうですよ。協調性が低いって昔はディスられましたけど、協調性が低いメリットないかなと思って論文とかね、いろいろと本とかね、調べてみると、協調性が低い人の方が収入上がるんですよ。なんでかというと人と違うことがね、余裕でできるから。っていう風なことが分かれば、活かせるんですよ。だから自分が人と違うって気づいたら、活かす方法を探さないと。探さないと傷の舐め合いゾーンに入っちゃうんですよ。で、この傷の舐め合いゾーンに入るんだったら、意味がないです。HSP でだから自分は敏感なんで無理なんですってなっちゃったら、で、これ何もやらなかったら傷のダメージゾーンですよ。で、これはもう普通に自分から自分の人生というか特性を潰してるんで、自分を殺してるんで、これ意味がなくて。逆に敏感だったら、敏感のデメリットあるけど、それを上回るメリットないかなって考えてみると、細かいところに目が行き届いて、想像力も高いし、いろんなことに気づくから、あ、じゃあこういう生き方があるよねっていう風になると、これで初めて人生が分かるわけですよ。だから自分の生かし方を学ぶべきものが診断なのに、これを行動しない言い訳とか、傷を舐め合う言い訳に使った瞬間に人生は終わるわけです。な、そこの違いを理解してください。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録もお忘れなく。それではバイバイ。